久保さん。今日ちょっとね、ライブをするので、ライブ、ライブへ、ライブ画質ですね。ライブ画質じゃねえわ。ライブセッティングですね。はい。で、今回 B 級動画にしましょうか。B 級動画。あの、世の中に B 級グルメってあるじゃないですか。どうですかね ?B、B、A じゃないんですよ。1じゃないですよ。B 級ですよ。どうですかご当地 B 級グルメ。 どううでしょうかこれね B 級グルメの発祥知ってますか B 級グルメってあのこれテレビ番組なんかやってたんですけど青森だったかな一番最初そのご当地のそのグルメを紹介するっていうところであのなんだそのもうほんと一部の人間ですね一部の人間が立ち上がってで最初ねもうめちゃめちゃ大変だったみたいですけどでそのイベントやって で、結局そのイベントが何回も重なるうちにもう何万人集客みたいになったらしいんですよ。ただし最初はね、まあ、どこもね、出してくれるお店いないみたいなね、話だったらしいですね。大変ですね。01っつのうの、ん、は。で、まあ、あの、今回の B 級動画なんですけど、要は伝えたいのは何かっていうと、あの、別に1位じゃなくても、ね、2位でも3位でも、 需要あるよって話です。需要は。久保さんとこのやりとりね、どうですかね。本来であるならば、再生数1でいいわけですよ。久保さんが見,見ればいいだけですよね。でも、再生数1じゃないですよね。<laughs> なんで,でしょうかね。ごく一部の人にとっては、このやりとりを見たいっていうね。まあ、実際僕にも来てるんですけど、億万長者シリーズ見てますみたいなね。でも、このやりと久保、基本的に久保さんが送られてくるから返してるだけなんですけども。 完全 B 級じゃなくて、あの、Z 動画みたいなね。<laughs> わかんないですけど <laughs>。そう。それでもね、需要はあるわけですよ。うん。だから、情報発信ができない人っていうのは、なんだろうな。うーん、なんか、上め、上、なんか、A、まあ、A 級目指してもいいですよ。なんか、A5 ランクとかね、霜降り肉を作るみたいなね。 松坂牛作るとかね、別に目指してもらってもいいんですけど、別にね、スーパー行ったらね、アメリカの輸入の安い牛乳がね、買ってる人もいるわけじゃないですか。どうすか。んじゃあ、それしか絶対売れないのか、A5 ランクの牛,牛の肉しか売れないのかっていうわけじゃないですよねあ。ありとあらゆるものがあるわけでしょまあ、ビールにしてもね、まあ、今回、あの、今日メンバーシップのキ務研究所のライブやりますけど、あのー、 発泡酒、第3のビールって言われてますけど、第3のビールを飲む人もいれば、本当のね、札幌黒、黒、生ビールとかね、生飲みたい人もいるだろうし、でも第3でもいいやっていう人も、僕は第3で十分なんですけど。だからその、ニーズってもう多種多様なんですよ。いろんなニーズがあるんですよね。で、さらに言うと、あの前回も言いましたけど、あの別にその、 まあ、情報肥満の人は非常に多いので、あのー、どんな動画でもね、まあ、ある一定の人はね、見てくれたりするわけですよ。ただし、まあ、これはね、まあ、勉強してほしいんですけど、僕と久保さんの動画がね、ある一定回る理由はもう間違いなく、あのー、久保さんのファンがいると。もちろん検索キーワ,キー,ワードこう、億万長者シリーズはね、億万長者合宿って入っちゃってるんで、まあ、それでも伸びてるやつはありますけど、 基本的にその、なんだ、あの、すでに知ってる人が見てくれてるっていう話で。だそれは、あの、なんだあ、勉強してください。それ勉強してください。そのアクセスを集めるための選定方法は勉強してください。ただし、ある一定のファンっていうかね、見てくれる人が出れば別に何でも見られるってことです。何でも見られるわけです。うん だからまあ、B 級動画でもね、全然見られるわけです。でも見られるための工夫は必要ですよ。ね、見られるための。この前ね、久保さん、面白かったんですけど、あのサウナ入ったんですよ。途中で。サウナ、温泉入ったんですけど、でサウナってテレビあるじゃないですか。でテレビでね、あのー、なんかその、一番まずい、なんかまずいというか、そのランキングがどっかのサイトにあるらしいんですけど、 4,000位っていう最下位のね、チャーハンがまずいっていうね、うまくないっていう、そのラーメン屋さんに取材に、ケンコバの人、ケンコバさんかな、ケンドコバさんが、その取材しに行って、で、食むんですよ。確かにあ、あの、親父が作ったチャーハンだな、みたいなね。あんま美味しくないですよ。で、面白かったのが、そのなんか、チャーハンの作り方は、ネットで調べたみたいなね。 で,で、ビフォーアフターでそのテレビ番組で最後、その店長がね、あのもう作り直して、どうだみたいな感じで出して、まあ、女性の店長だったんですけど、みんな絶賛でうまいです、みたいに言ってたんですけど、面白いですねあの。最下位のチャーハンでも番組に取り上げられるっていう、まあ、逆に言うと最下位だから取り上げられるっていうね、B 級だから取り上げられるっていうね。 A 級じゃなくて B 級だから取り上げられると。最下位だから取り上げられるというね。面白いですね、これね。<laughs> 昔ね、僕は、あの、au とソフトバンク、au、au の CM か。ドコモがもうぶち抜いて、ボーダフォンの、まだソフトバンクが買収してないときか。なんかもうドコモがぶち抜いてて、2位が au だったわけですよ。で、3位がボーダフォンだったかな。でその時に CM でね、2位がね、1位を追いかけないとつまらねえみたいな CM があって、めっちゃ結構印象残ってるんですけど。 2が面白くするみまああのよくねあの日本一の富士山日本一の山はどこですか富士山ですよねとでも2番目分かります分かんないですよねだから1番目指しましょうっていう考え方あるんですけどまあそれは確かにそうなんですけど別に2番目の山でも需要はあるよと、ね、まあでもリーチは少ないかもしれないけどうん 僕は少なくても、あの、このリーチでビジネスずっとしてるので、うん、その、自由な生活はできてます。このリーチで。だから僕、有名人になろうと思ってないので、自分の生活が自由に、えー、担保できるレベルで十分かなと。で、そのレベルはこのレベルでいいっていう。うん。有名になるとね、大変ですからね、逆に。だから、有名にならずこっそり稼ぐっていうね、 でも本数は多いんですよ。まあアクセスは取っとかないといけないですから。うん。だからまあ、あのー、いろいろ申し上げましたけど、B 級動画でも、あなたは見てるということでございますね。行ってらっしゃい。